おみしげる6月11日隊は、日本の医師、医学者、厚生官僚、国際公務員。学位は、医学博士。独立行政法人地域医療機能、推進機構理事長、世界保健機関に太たい平洋地域事務局、名誉事務局長、自治医科大学名誉教授、新型インフルエンザ等、対策閣僚会議新型インフルエンザ等、 対策有識者会議会長検診型コロナウイルス感染症対策文化会長東京都立北東病院や伊豆諸島の診療所での勤務を経て自治医科大学医学部助手となり厚生省保健局医療課に勤めた後世界保健機関に太平洋地域事務局事務局長世界保健機関事務局長選挙候補者自治医科大学地域医療学センター教授 世界保健機関執行理事、独立行政法人年金、健康保険福祉施設整理機構理事長、世界保健総会会長などを歴任した。2020年4月7日、総理大臣官邸にて、内閣総理大臣、安倍晋三と東京都出身の医師であり、地域医療、感染症、国際保健などを専門とする医学者でもある。自治医科大学卒業後、 地域医療の現場で医師として活動した後、厚生省を経て、世界保健機関に入る。西太平洋地域での救世開発随炎の根絶に成功し、西太平洋地域事務局の事務局長に就任する。西太平洋地域事務局長在任中、イジョンウク世界保健機関事務局長の救世に伴う、公認事務局長選挙の候補者に、日本国政府から擁立されるも、落選。 西太平洋地域事務局長退任後は、自治医科大学にて教弁を取った。その後、年金、健康保険福祉施設整理機構や地域、医療機能推進機構の理事長を務めた。また、厚生労働省顧問、名誉世界保健機関西太平洋地域事務局長、自治医科大学名誉教授、内閣府、野口秀夫アフリカ省委員会委員、NPO 法人、 全世代代表理事といった各種役職も兼任した。2019年の新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、新型コロナウイルス感染症対策本部のもとに新設された新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の副座長を務めた。また、新型インフルエンザ等対策閣僚会議の新型インフルエンザ等対策有識者会議においては、 会長を務め、基本的対処方針等諮問委員会の委員長も兼務していたことから、新型コロナウイルスに対する緊急事態宣言の妥当性について、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき審議した。1949年6月11日、東京都にて生まれた、東京教育大学附属小場高等学校に、 進学したが、アメリカンフィールドサービスの交換留学生に選ばれ、在学中の1967年からアメリカ合衆国に留学した。アメリカ合衆国では、ニューヨーク州セントローレンス郡ポツダム町の高等学校に通った。1968年の夏に日本に帰国したが、当時の日本は学生運動が激化していた時期であり、死亡していた東京大学も、 東大紛争の煽りを受け入学試験を中止する事態となった。これを受け、1969年に慶応義塾大学法学部法律学科に進学した。当初は、商社員や外交官になりたいと考えていたが、医学者である内村博之の我が歩みし、精神医学の道に衝撃を受け、医学部再受験を志す。1971年、 慶応義塾大学を中途大学する。また、自治医科大学が新設されるとの法を聞き、日本の地域医療のメッカを目指すという同大学の方針に賛同し、第一志望とする。1972年4月、自治医科大学医学部に一期生として入学した。1978年、同大学を卒業した。大学卒業後は、 東京都立北東病院に研修医として勤務した、後、東京都の伊豆市等を中心とする壁地、地域医療に従事した。その後、母校である自治医科大学にて医学部の助手となり、予防性大学を受け持った。1990年には B 型肝炎の分子生物学的研究により、医学博士号を取得。その後、厚生省に転じて、技官となり、 保健局の医療科に勤務した。さらに、フィリピン共和国のマニラとマニラ市に所在する世界保健機関の西太平洋地域事務局に入り、感染症対策部の部長等を歴任した。一気内における感染症の制圧に尽力し、西太平洋地域から急性開発遂炎を根絶させることに成功した。 これらの実績が評価され、西太平洋地域事務局の事務局長候補に押され、三期目を目指していた反三手を破り初当選を果たす。九百九十九年、世界保健機関の西太平洋地域事務局にて、第五代事務局長に正式に就任した。西太平洋地域事務局長在任中の二千2 0ジョンウク世界保健機関事務局長の救世に伴う、 公認事務局長選挙の候補者に日本国政府から擁立されるも中国が推薦したマーガレットちゃん世界保健機関事務局長補に敗北して落選。西太平洋地域事務局長退任後、世界保健機関より西太平洋地域事務局の名誉事務局長の称号が贈られた。2020年2月16日、新型コロナウイルス感染症対策本部新型。 コロナウイルス感染症対策専門家会議の会合にて構成委員らと日本に帰国後、2009年より自治医科大学の地域医療学センターにて教授を務めた。また、世界保健機関の執行理事も兼任していた。2012年4月、独立行政法人である年金、健康保険福祉施設整理機構の理事長に就任した。同機構が、 地域医療機能推進機構へ改祖するにあたり、準備の陣頭指揮を取った。2014年4月、地域医療機能推進機構が発足すると、引き続き理事長に就任した。その傍ら、様々な役職を兼任していた。2012年8月、新型インフルエンザ等対策閣僚会議のもとに、新型インフルエンザ等対策有識者会議が、 新設されると、その会長を兼任することになった。なお、新型インフルエンザ等対策有識者会議のもとに、置かれる基本的対処方針等、諮問委員会においては、その委員長も兼任した。その他、2013年5月に開催された、世界保健総会においては、会長を務めた。2020年2月14日、新型コロナウイルス感染症対策本部の下に、 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が新設されると、その副座長も兼任した。2011年1月、世界保健機関執行理事会の会合にて、おみの業績の一つは、西太平洋地域において、急性開白遂炎の根絶を達成したことである。この業績により、1998年の世界保健機関西太平洋、 地域事務局事務局長選挙に日本政府から擁立され当選。その後再選され10年間務めた。在任中は重症急性呼吸器症候群対策で人頭式を取った。これらを評価され、西太平洋地域事務局長在任中の2006年5月、イ・ジョンウーク風事務局長の急成に伴う公認の事務局長を選出する選挙の候補者に、 日本国政府から擁立されるも、中国が推薦したマーガレットちゃん世界保健機関事務局長補に敗北して落選した。2009年2月、母校の自治医科大学教授に就任し、更新の指導に当たった。2009年新型インフルエンザパンデミックの際、政府の新型インフルエンザ対策本部専門家諮問委員会の委員長に任命された。 すでに政府によって始められていた水際作戦から重点を地域感染対策に移すべきこと、パンデミック初期には後半に学校閉鎖を実施すべきこと、ワクチンの優先接種グループなどについて提言した。2014年からは日本初の新たな医薬品や診断キットの国際的普及を目指した官民学一体のアジアアフリカ感染症会議議長を務めている。 2016年、国際的な公衆衛生危機器、対応タスクフォースメンバー。2020年2月16日、新型コロナウイルス感染症対策本部新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の会合にて、座長、脇田隆史と2020年4月7日、新型コロナウイルス感染症対策本部の会合にて、内閣総理大臣、安倍晋三。 厚生労働大臣、加藤勝信と、ありがとうございます。